新幹線 E1 系電車。新幹線 E1 系電車。新幹線 E1 系電車は、かつて、東日本旅客鉄道、JR 東日本に在籍していた、新幹線車両。編成記号は、M で、1994年、平成6年3月から1995年、平成7年11月まで、M1、M6 の12両編成6本、72両、が製造され、 1994年、平成6年7月15日から2012年、平成24年まで営業運転に行った。新幹線では初めて編成中の全車両が2階建て車両とされ、マルチアメニティエクスプレスを略した MAX という車両愛称がある。試運転の時点ではこの愛称が決まっておらず、暫定的にダブルデッカー新幹線を略した DDS と、 形式称号である E1 が表記されたロゴステッカーが車体側面に重複されていた。設計時点では600系の形式番号を付与する予定であったが JR 東日本が新幹線の車両番号付番方法を変更したため東日本旅客鉄道株式会社の英文社名表記イーストジャパンレイルウェイクンピニーのイースト東の頭文字を取って E1K の形式称号を付与することになった。そのため、6 0 0系は欠番となった。車体は設計当時の技術では2階建ての構造にした時の強度が心配されたために普通構成で製造された。JR 東日本の新幹線車両の中では1両、あたりの重量及び編成重量が最も重い。 現在のところ最後の普通構成新幹線電車である。外観のデザインコンセプトはグランドダイナミックを掲げ、先頭部分は2階建てのボリュームを活かしながら、騒音、微気圧波対策を考慮したエアロダイナミックノーズとなっている。申請当時の車体塗装は上半分がスカイグレー、下半分がシルバーグレー、車体側面の帯がピーコックグリーンというものであった。 2階建て車両で床下に隠し機器を配置することが困難であるため、床下機器は水タンク、空気圧縮機、主電動機で電動送風機にとどめ、主変圧機、主変換装置、補助電源装置は車端部の床上に搭載する。機器室は、室内とは、機密壁によって仕切り、機密外としている。4両で1ユニットを構成し、M1 車に、主変換装置、 補助電源装置を M2 社に主変圧器、主変換装置を搭載する。主回路制御には JR 東日本の新幹線電車では初めて、可変電圧可変周波数制御、VVVF 制御が採用された。主変換装置は GTO サイリスタ素子を使用した2レベルコンバータプラス2レベルインバーで構成されている。主変圧器は強制風冷式を採用し、 3 7 3 9馬の容量を備える。主電動機は、カゴ形3小誘導電動機を採用し、連続計画出力を4 1 0ットに増強した。これによって、編成での MP 比が1、1でありながらも、200系と同等の軌道加速度時速1 6キロメートル、S を確保している。電動空気圧縮機は、 メガヘルツ 1114TC2000A を採用する。台車はゴム併用板ネ式、ボルスタレス台車である。電動台車は DT205、付随台車は TR7003 と称する。車輪系や軸距は200系と同値である。それぞれ 910mm、2500mm。ブレーキシステムは回線ブレーキ併用電気指令式、空気ブレーキであり。 改正ブレーキは JR 東日本の新幹線車両では初採用となった。付随車のブレーキシステムは空気ブレーキのみであり、300K などの付随車で採用された渦電流式、ディスクブレーキは装置の重量が電動車の誘導電動機よりかさむことと、高速域からの減速では電動車の改正ブレーキで付随車のブレーキ力も負担する遅れ、米制御を導入したことから、 本系列及び以後登場する JR 東日本の新幹線車両では採用していない。終電装置は200系と同様の下枠交差型パンタグラフが採用された。PS201 と呼称される。終電部船、ね、河川と接触する部分が可動式となった微動スリーダーを採用したことにより、河川追従性が向上し、大枠を FRP 製にすることで、 誘導障害の低減を図った。さらに、降雪対策として押し上げ力を 5.5kg から 7.5kg まで向上させた。車体が車両限界ギリギリで作られているため、パンタグラフカバーはなく、パンタグラフ設置部の屋根が一段低くなっている。ハイクオリティアメニティをデザインコンセプトに掲げてデザインされている。通勤、通学輸送をはじめとする東北。 上越新幹線の需要増加に対応するべく、速度よりも大量輸送、1編成の座席定員は1235名に、重きを置いた設計がなされている。そのため、全車両が2階建て車両とされた。自由席として使用される車両の1から4号車の2階、座席は、車内販売を行わないことを前提に、通路幅を極限まで切り詰めることにより、 横3プラス3配列構造を実現した。座席幅は窓側、通路側 420mm、中央席は 440mm を確保しているが、中央部の肘掛けがない構造であるため横3プラス2、列の座席と比べて相当狭い。また、座席構造の問題からリクライニング機能が付いていない回転クロスシートであるが、背もたれの角度を、 ある程度リクライニングした状態と同様に傾けた状態で固定している。また、2から4号車の新潟ホーデッキには壁面に収納された補助席、通称ジャンプシートが2席ずつ設置されている。8.9号車には車椅子用の昇降リフト装置が設置されているほか、車椅子対応の座席、2階席のみと便所が設置されている。側面の行き先表示器は、 400系の先行試作車とは全く異なるタイプの三色 LED を採用し、表示は列車種別、指定席、自由席と行き先を交互に表示する方式となった。この方式はこれ以後の JR 東日本の新幹線車両の標準となり、座席表示に至っては2014年に登場した E7 系までの全ての車両にも採用されている。 二階建てとしたことによる定員の増加に対応するために客用扉は 1050mm、200系は 700mm と広く設定されている。階段が多いためにはゴンサービスによる車内販売が困難なため当初代替として車内に弁当の自販機があったが、利用状況が悪く弁当の出し入れや交換が面倒だったこともあってか、後に撤去されている。 1> e 1系のデビューから10年近くが経過し、内装の陳腐化が目立ち始めたことなどから、2003年、平成15年度から2006年、平成18年度にかけて、内外装のリニューアルが施行され、最初に施行された M4 編成は、同年11月28日の MAX と K326 号より、営業運転を開始した。車体塗装は e 二系 e 四系と同様 ヒウンホワイトと青、シオンブルーの2色を中心に境目に、時と色と称されるピンクの帯を配したものに変更された。合わせてロゴにも時のイラストが加えられた。座席はグリーン車は E2 系1000番台のもの、普通車は E4 系のものに交換されている。自由席車、1から4号車2階部分の3人掛け座席の 内中央の座席の背もたれ部分にくり抜かれていた肘掛けの用品も廃止となった。他にも床材などが交換されたが、走行機器関係には手を加えられてはいない。車体と色変更は新幹線総合車両センターで行われたが、アコモ改造は新潟新幹線車両センターで実施された。東北新幹線及び 上越新幹線のデジタル ATC 採用に伴って全編成に対して DSATC への改造も実施された。2005年4月に新潟県が発売した新潟県中越大震災復興宝くじには E1 系リニューアル社が図柄に選ばれた。この時色の塗装は2014年4月から2016年にかけて順次施行される。 E4 系の塗装変更にも採用された。本系列に属する各形式名とその車種は以下の通り、奇数形式と偶数形式2両ずつ、計4両、電動車2両と付随車2両の TMMT で1ユニットを構成する。番台としては、基本的に0番台を名乗るが、自由席の2階部分が3プラス3列シートとなっている1から4号車は100番台を、 8号車は200番台を名乗る。1994年の営業開始時点では、仙台総合車両所、現、新幹線総合車両センターに配置され、東北新幹線では、東京森岡間の、マックス山彦に往復及び那須塩原東京間の、マックス青葉上り1本、上越新幹線では、東京新潟間の、マックス朝日に往復及び高崎東京間の、 マックスときのぼり一本に運用された。なお、東北新幹線運用は毎週水、木曜日は、車両検査のため、全列車が運休し、200系が代走した M3 編成が増備された翌1995年3月に、解消。その後、東北新幹線では、途中駅において、分割、併合を行う列車が増えたことから、全車2階建て車両である型系列などとの、 相互連結を考慮して八両編成とした E4 系を1997年に導入し、1998年12月8日のダイヤ改正からは東京仙台間のマックス山彦一往復のみとなり、同時に仙台森岡間で定期運用から撤退。そして1999年12月4日のダイヤ改正をもって東北新幹線大宮北での本系列の 運用は消滅し、全編成が、新潟新幹線第一運転所、現、新潟新幹線車両センターに転属した。e 4系の増備が完了した2003年からは、車両内装や外装のリニューアル工事が行われた。2011年12月16日付の JR 東日本プレスリリースにおいて、2012年3月17日のダイヤ改正で、 東北新幹線向けに E5 系が増備され、それによって運用の余裕が出た E4 系で運用を置き換えることが発表れた。これに伴い、越後湯沢新潟間、ガーラ、湯沢駅を除くでは、ホームの延長工事が実施され、上越新幹線全区間にて E4 系日本連結、16両編成での運転を開始されることとなった。2012年4月、 M1、M2 の2編成が廃車となった。残る M3、M6 の4編成は引き続き、上越新幹線のマックス x 時4往復のみ及びマックス谷川2往復のみで運用されていた。2012年7月6日、JR 東日本は同日付のプレスリリースで2012年9月29日のダイヤ改正をもって、 上越新幹線内の e 1系運行列車を2012年3月16日のダイヤ改正より運用が開始された e 4系日本平結16両編成に置き換え e 1系によるすべての定期運用を終了すると発表した下り定期運行最終列車は MAX 時343号上り定期運行最終列車は MAX 時348号であった E1、e、系の営業運用からの撤退を記念し、2012年10月27日に、新潟東京間で、団体専用列車、ありがとうマックス朝日号が M4 編成にて、翌28日には、東京新潟間で、団体専用列車、さよなら E1 マックスと、記号がそれぞれ運転された。その後、2012年12月7日付の M4、 編成を最後に全編成が廃車となり、本系列は形式消滅となった。これにより、営業運転に使用される普通構成の新幹線電車はすべて姿を消した。E153 から104が鉄道博物館への展示を前提に、新潟新幹線車両センターに留置され、2017年10月に至るまで線路上で保管されていた。 2017年12月20日、留置されていた E153 から104が、埼玉市大宮区の鉄道博物館に移送され、2018年7月5日に、開館する新館に先立つ形で同年春に、屋外に展示、公開されることが公式サイトで報じで、同年3月14日に展示、公開された。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。